な。っていうところで帰ってきたんですけれども、新しいユニフォームが届いたので着替えてみようかと思います。まずはピンクからです。はい、こちらドン。全然見えない。あ、けどまあまあまあこんなもんなんじゃないの。まあまあいい感じですね。続いて青。はい、まあまあ青もいいんじゃないですか。ということでこんな感じでピンクと青ですね、届きまして、実際に着てみた感じ、夏暑くないのかな、これどうなんだろう、ちょっといまいちわかんないですね。メーカーは知らねえ。でもなんか見たことあるメーカー、ニワトリみてえなメーカーなんですけど、ズボンはね普通に紺色ですよ。紺色。ただこれ裾上げを業者さんにしてもらってないので、足がもうベロンベロンなの出ないんだ。これはね、裾上げは奥さんにしてもらわないと無理ですね。まあまあまあ介護職員って感じのユニフォームですね。とりあえずそんな感じです。実際にこれが4月から着れるようになるユニフォームということになります。はい、でもそんな感じで新しいユニフォームが届きました。何してんの？挨拶。おかえり。ただいま。ジョーさん、千穂さん。はいはい。新しいユニフォームが届いたんです。はい。裾上げをお願いしたいんです。お断りします。お願いします。お断りします。あのズボンそちらの方にあるので、裾上げをお願いしたいんですが。お断りします。ご遠慮申し上げます。裾上げをお願いしたいのです。タイミングがあればよろしくお願いいたしたいのですが。お断りいたします。
ありがとうございます。お断りしますだけちょっとテロップありがやっておきますに変えておきますんで、はい、最悪お断りしますって言ってみ。お断りします、ありがとうございます。ここにゴムシュッてつける。なんでシュッてこう、寒いじゃないここ。高齢者あるあるだよ。あれでしょ、桃引きを靴下の中に入れるみたいな。そうそうそう、かませるやつ。これいいじゃん、これ裾上げ完成。なんでパタパタするの。しょうがないじゃない、短いんだから。そればっかりはしょうがないって、どうにもならないもん。短足って意味。そんなはっきりと私言われた。どうだよ。抜け、はい、はい、抜け。ちょっと失礼。はい、ありがとう。お父さんだね。編集点をください。音合わせが必要なんです。カメラ2台なので。はい、2台なの。最初はね、奥さんにこれを使えっていうふうに言われたんですけど。違う、あるよって言っただけでしょ。でもね、さっき聞いたけどボサボサになんでしょ。取れてくるよやっぱ。ああ。適当でしょ。うん。うるそ。ニシンの不調が発生。これ年長さんの真似だよ。うん、あの紐でやってんの。100匹ですね。すげー。で、履いてみればいいのか。はいはいはい、はい、ありがとうございます。はいはいはい、何も言ってないよ、何も。何も言ってないよ。はい、はい、ありがとうございます。すげー、マジ出るもんね。ありがとうございます。もう一枚やっとくね。え、もう一枚もやっとくね。何をしてんの、それは。それはどういうあれなの。ありがとうございました。ありがとうございました。肩もみでよろしいでしょうか。いや、大丈夫です。眠たくなってる。黒い生地に黒い糸だからね、もう目が。あ、目が、目が。あれ、ムスカ大佐がいた。この度はですね、新ユニフォームを、支給されたというところで、裾上げを奥様にご依頼をさせていただきまして、本当にありがとうございました。このご恩は何かしらで返したいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。新ユニフォームも届いて、奥さんに裾上げもしてもらってっていうところで、一応カメラ内にはね、ピンク色のユニフォームと青色のユニフォームを着た姿も乗っかってたんですけれども、ありがとうございます。そっちで歯磨きをしておりますが、ありがとうございます。できることできないことあると思うんですけれども、できることは自分でやって、できないことはお願いをするというのが生きやすいんじゃないかなって思います。まあ相手がいいよと言ってくれればですけど、それを強要するのは良くないので。強要してない。強要してない。本当、うん、強要してない。お願いしますいう形で、すごい睨みつけられてるけど大丈夫かな。はい、でもまあまあまあ、そんな感じでね、今日の夜勤明けの様子を動画とさせていただきましたが、昼飯食ってる時にね、ちょっと意識飛びそうになったけど、気が抜けた時にね、ああいう現象も起きたりするので、皆さん、体調にはくれぐれも気をつけていただければなと思います。では寝る準備をして寝ます。無理なさらずお過ごしくださいませ。それではおやすみなさい。